大場神社とは延長5年の演技式神明帳に記載された相模国の演技式内社13社のうちの1社であるが2つの論社が存在する。両社間は距離にして約 1.5km と比較的近い。本校ではこの両社について併記している。大場神社は神奈川県藤沢市稲荷に鎮座する神社である。引き地川沿いの丘陵に位置する。江戸時代には 天神宮、大場大明神、大場天満宮と呼称されていた。平安時代に編纂された演技式神明帳には、鉱座群大場神社と記載されているものの、近世以前のその他の記録は存在しない。当社の由緒に関する境内案内版では、相模13社の位置にして勝者に列せられ当地は、大子より旧地なりと伝承すと書かれている。境内にある盆章は、 教法6年の中蔵で、当初は天満天神宮と書かれていたとされるが、この文字は削り取られて新たに、大場大明神という文字が彫られたと伝えられる。また、藤沢市の教育委員会が出版している、藤沢の文化財によると、明治以前の当社は天神社という名で呼称されていたとのことである。安永6年、神義博士、明田王によって、大場城を拠点としていた。 大場三郎影地下を、さらに天明三年には、諏訪部邸太郎、山崎六郎辺方向らの願いによって、菅原道真をそれぞれ誕生した。明治の神仏分離令以前は、当社の裏にある常住院が別当時として、当社の管理を行っていた。鳥居湖にある石碑、大場神社旧市と刻まれている、熊野神社は、神奈川県藤沢市大場に鎮座する神社である。 江戸時代には御霊者、五霊社、権限社と呼称されていたが、境内の石碑や案内板には、大場神社旧市、あるいは、大場神社旧石という表記も見られる。この地位が、大場神社の旧石と伝えられている。当地の前方に広がる、丘陵地からは、縄文時代前期の土器や弥生時代、奈良時代の住居跡が見つかるなど、古くから、大場号の集落が形成されていたと推測される。 同志稲荷の大場神社と同様に近世以前の記録は存在しない。当社が大場神社の旧跡とされたのは江戸時代の文化、文政になってからのことである。前日の藤沢の文化財では本来は当社が縁起式内社の大場神社であったが、その後何らかの理由により稲荷の大場神社が縁起式内社と目されるようになったと考察している。一方、 同市宮前にある御霊神社から分霊したともされる。天保四年、山崎六兵衛正彦により、石像の鳥居が寄進された。なお、こちらの社についても、明治の神仏分離令まで、上住院が管理を行っていた。現在、広大神宮が両社の管理を兼務しているため、御朱印などはこちらでもらう必要がある。ありがとうございます。